9時46分。ああ、やっと寝てくれたわ。でももう3時以降から飯食ってないからな。ミルク飲んでないからな。多分まだ起きるけど、まあ次起きたらちょっとミルク飲ませたいと思います。昨日は、昨日の夜は200でしょう、12時で、朝7時に飲んで、それで11時に飲んで離乳食で、3時に離乳食。それ以降ミルクも飲んでないんだよな。そして寝ない、熱もない、異常ない。なんだろうな、こういう時もあるのかな。15時以降ミルクを飲まない。今日はなんだろうな、本当に別に体も元気だし、まあとりあえずひたすら寝かすか。15時以降からミルク飲まないんだよな。離乳食も2回あげたけど、おいで8、いつも8時ぐらいにもう寝かしつけとんだけど、座らせて起きてる間はあれだよな、ニコニコしてるけど、寝かしつけようとすると寝ないし、ミルクも抜かないし、病気もねえし、熱もねえし、これはどうしたらいいんだ。まあとりあえず寝かしつけるか。どうしちゃったな。